いつもこの一人で喋るタイミングが本当に放送成功しているかどうかわからないままやってるんですけども、はい、こんにちは、というかまあこんばんはなのか、おはようございます。とつくのやめてもらっていいですか。はい、ひろゆきです、よろしくお願いします。というわけで、あ、成功してるっぽいですね。あのお酒を飲みながら雑談をするっていう放送なんですけども、今日飲む予定のが、サマセット大熊チャードヴィンテージサイダーっていうちょっと名前の長いやつなんですけど、あの割といつもビールを飲むようにしてるんですけど、今回ちょっと珍しいのでサイダーにしてみました。サイダーっていうとまああの日本だとこうあのスプライトとかの甘い炭酸なんですけど、あのリンゴベースで作ったものをサイダーと呼んだりするんですけど、そのリンゴのお酒を菓子の樽に入れて熟成させたのかな。アルコール度数が 7.4% っていうことで、ちなみに音大丈夫ですか？今更聞きますけど、はい。初めてのリアルタイム。あ、こんにちは、こんにちは。はい。うちの大学の教授と友達って本当、うちの大学の教授が誰なのかによりますね、はい。というわけで、皆さんはなんかお手元に飲み物を用意していただいて、僕はこのオークマチュアードヴィンテージサイダーを飲みますけども、はい、お、今日は大丈夫かな？あ、大丈夫でした。ちょっとね、2回前の放送を見ていただけると分かるんですけど、キャップを開けるときに失敗したので、あの流血したっていうのがあったので、今ちょっと慎重に開けました。はい、うーん、でもまあ見た目はサイダーですね。あのリンゴジュースに炭酸が入ってる感じなので、だいたいまああの見ても多分分かんないと思いますけど、こんな感じです。というわけで、大丈夫ですか？こっちは朝やぞ声枯れてる、あの深夜であの喋ってないからですね。はい、というわけで、あの朝っぱらからお酒飲む人は準備していただいて、はい、乾杯です。あ、日本はまだ朝の10時だからコーヒーで乾杯します。まあサイダーですね。あのなんだろうな、あのねコルクっぽいね、なんか苦みがサイダーにあるんですけど、それが強調されてる感じがするかな。なんだろう、まあ菓子の菓子、そのウイスキーの樽とかで使われるんですけど、菓子ってそのオークダル、それがこうリンゴジュースに入ってもなんかそのなんだろう、そのウイスキーの芳醇さというよりは、なんかウイスキー臭いリンゴジュースみたいな感じで、そんなにおすすめできるかと言われると結構微妙です。CIA がカショギ事件の犯人は皇太子と言っていましたが、今後の進展はどうなると思いますか？真犯人かどうかは断定はできないんですよね。あの何の話かっていうと、サウジアラビアの報道をやっている、ジャーナリストの人が、まあ、結婚がしたいと、ただそのサウジアラビアの、 あの皇太子に目をつけられているので、サウジアラビアのそのなんか役所とかに行くとまずいっていうことで、トルコのイスタンブールにあるサウジアラビア大使館にその結婚の証明書みたいのをなんか取りに行ったらしいんですよ。で、その帰って入った後に全く連絡が取れなくなって出てこなくなって、ほんでまあ俺が出てこなかったらその何か起きたってことだから連絡してくれって周りの人に言ってて、でまあ生きては出てこなかったわけですよ。で一応サウジアラビアの、まあ、大使館ってその治外法権なのでトルコの人たちも調査できないので、サウジアラビアの人たちが独自に調査をするって言い出して、でそこの調査チームのトップがまあ皇太子だったわけですよ。で皇太子のそのお付きの護衛官みたいな人たち15人とかがサウジアラビアからチームできて、で今のところサウジアラビアから発表された限り、あのなんだ
鎮静剤を打ちすぎて事故で亡くなってしまって、で現場判断でそのジャーナリストの人の体をバラバラにして、そのトルコの協力者に引き渡して、でそこの実行犯の人たちはその後プライベートジェットでサウジアラビアに戻ったっていうことなんですけど、でトルコ側がその録音を持っているっていう、まあこれもまたなんで録音持ってんだって話なんですけど、っていう話があって、で実際のところ尋問をして拷問をして生きたまま指を切って首を切って殺したという音声があると言われています。はい、っていう状態なんですけど、その録音があったとしても真犯人が誰々だぞみたいな、そんな場所で言うはずないので、 CIA が真犯人が皇太子だと仮に握っていたとしても、それを公で言うことはないと思うので、その真犯人が CIA だって言ってるっていうのは僕はガセネタだと思います。はい、三輪正人さんから240円もらいました。音小さい。あ、そう、音小さいの。なんか僕自分の音の帰りがでかいからこれを小さくして、でこれで結構大きくね、これ。大きめの声で喋ればいいんですか。はい、トロモトパリの高級ブランドのお店って流行っていますか。割と大きめのデパートでプランタンだったりとか、ギャラリー・ラファイエットだったりっていう、まあ、デパートがあるんですけど、そこに行くと行列があって、そのお金を払って高級ブランドのカバンとかを買うために列に並んで待つっていう不思議な構造になってます。オンラインで買えよって思うんですけどね。まあ大体中国の人ですね。はい、欧米系の人が並んでんのは見たこともないし、日本人も多分並んでないと思うから、まあ中国か韓国か香港の人かなが並んでますね。はい、フランスは今気温どれくらい？一桁度かな。YouTube プレミアムは配信する立場としてどう思いますか？あ、どうなんだろうね。YouTube プレミアムっていうのが YouTube が始めたんですけど、月々1080円払うと広告が一切表示されないっていう。で、その広告が表示されないんだけど、YouTube プレミアムの会員が見た動画はそれに対してなんかお金が払われるみたいな仕組みっぽいんですけど、そうすると広告バシバシ入れなくてもお金が入るようになるので、なんか俺はプライドを持って広告入れないぜって言ってる人も収益が上がりやすくなるので、そういう意味ではいいと思います。僕はアホみたいに広告入れてます。はい。お、なんか600円の質問。質問です。今漫画は紙出版はオワコンで電子業界に移行しようとしていますが、今後手塚ショックや大友ショックなどの革命が起こるならば、どのようなものだと思いますか？この人の言ってる手塚ショックってどういう意味の手塚ショックなの？その、作画ここまでやられたらきついよねとか、そういうこと？その、どういう意味のショックなのかがいまいちわかんないんですけど、多分その電子出版になったからといって変わるというものではほとんどなくて、結局その電子出版のみでじゃあ出版してやるぜって言って本当に大成功する人が出てくるかどうかなんですよ。で、ウェブで漫画をまあ書いてる人たちっていっぱいいて、趣味でね、個人でニート社とかだったりとかで、オンラインで出してる人だったり、電脳マーボだったりとかっているんですけど、で結局そのみんなが知ってる漫画っていうのがまだまだその紙の出版社が出してる、まあ集英社だったり、その小学館だったり、そのマガジンだったり、サンデーだったり、ジャンプだったりの漫画だったりするので、そういう意味でその大きなインパクトを残せる状態になるかっていうと、まだまだ難しい気がするんですよね。で、なんで難しいかっていうと、漫画って漫画家が一人で描いてるように見せかけて、編集者ってめちゃくちゃ重要なんですよ。最近そのジャンプの全盛期、鳥山明さんのその担当編集だったりとかっていうので、全盛期の編集長だった鳥島さんが割とインタビューに出るようになって、その時代のその編集者の仕事みたいなのを結構インタビューに答えてるのを読むと面白いんですけど、要は漫画家ってまあ大体若いんですよ、うまくいく人って。
例えばまあめちゃめちゃ古い話だけど「キン肉マン」っていう漫画がありまして、でゆで卵っていう作者の方で2人組の人たちだったんですけど、デビューした時高校生だったんですよ。でその社会常識とかも全然知らないし、でその超人が必殺技をやるんだけど、縦に落ちるより横に飛んだ方がダメージがでかいみたいな、物理法則全く無視みたいな設定をやりかすんですよ。で多分あれって僕読んでた頃も小学生だからそういうもんなんだふーんって流してたんだけど、書いてる人もさ高校生だとさ、やっぱりその物理法則とか知らないよね。だから問題ないんだけど、やっぱね大人になっちゃうとね物理法則とか気になっちゃって、その突飛な話が書けなくなるっていうのもあると思うんだよね。なのでそのワンピースの作者さんだったりも若いうちにヒットしてるし、なのでそのある程度若い人の方が大ヒット作品を作りやすいという土壌があるのではないかという仮説と、でじゃあその作者さんのその能力っていうのを一般の人たちにどう伝わるようにするかとか、話をどう広げてって一話ずつまとめていくかとか、伏線をどう仕込むかとか、その漫画っていうその媒体に載せるのでお客さんが喜ぶ形ってどういうのがいいんですかっていうのを編集さんが仕事としてやってくれるっていうのが多分重要だと思うのよ。なので一人がずっと書き続けるよりも編集さんがずっとこう横でこうした方がいいですよとか、その例えば原稿を上げてその原稿に対して、いやいいですねこうした方がいいですよとか、今回最高っすみたいなっていうモチベーションを維持したりっていう役割が多分必要なんじゃないかなと思います。